チャンネル。皆さんこんにちは。脱サラ夫婦が日本一周ピーコボチャンネル。今回から日本一周6軒目、岩手県に突入ということで訪れているのがこちら、岩手県花巻市。岩手といえば有名なのが盛岡冷麺、宮沢賢治、小岩井農場ということで、今回はそちらを全部お届けします。それではどうぞ。花巻市に来てます。宮沢賢治童話村にやってきました。見て、もう食べ歩きスポットが急にお出迎え。たこ焼き、チョコバナナ、うわ、すげえチョコバナナ。今あんな色なの。チョコバナナいっちゃえばいいじゃん。いや、まだいいわ。あ、そう。さあ、チャイムが鳴りました。賢治の授業の始まり。なんだそれはい、ということで訪れている宮沢賢治童話村。こちらはその名の通り、宮沢賢治の童話の世界観が再現されており、大人から子供まで楽しめる施設となっています。また10月の18日までは週末を中心にライトアップが行われており、そちらも大変人気のようです。そして今回からピーコの友人のサホさんという方が時々動画に登場しますので、そちらもお楽しみに。それでは引き続きご覧ください。宮沢賢治といえば銀河鉄道の夜が有名ですが、銀河鉄道の夜といえば Going Steady というロックバンドの曲にも同じく銀河鉄道の夜という曲があります。バンド自体はすでに解散しているのですが、ボーカルの峯田和伸が宮沢賢治に強く影響を受けており、歌詞や曲名に宮沢賢治の小説のタイトルなどが引用されているものが多数あります。知らない方はぜひこの動画を見終わった後に Going Steady の銀河鉄道の夜聴いてみてください。名曲です。ピーコは小岩井農場に来てます。そしてあれが何さん丸々さん、何か山ですね。そして最終入場が16時で、今何時 ?16 時。最高1時間で撮れる見どころをお伝えしていこう。はい、レッツゴー。生乳工場。すごい嫌な工場。動いてはいないのかな。もうなんか助けちゃってる感じ。やってないです。ゴーダチーズ。ここに来たら買ってた。そうです。作ってると思ってたんですよ。なるほどね。ここだけ。終わった。どんどん行こう。日も沈み始め、小岩井農場満喫したね。うん。多分入り口からこのカットまでずっと何もなかったよね。入り口から多分このカットになってるよ。はい。こういうところあるよな、ほんとな。いいこぼチャンネル。しっかり前もって準備をしないとこういうことになるんだよね。はい。美味しいものがたくさんあるにもかかわらず下調べをしないとこういうふうな旅になるというような反面教師動画を撮ってみました。とろり飲むヨーグルト、あ、すげえなこれ。濃い？めっちゃ濃い。生乳 90% 使用。あ、すごいね。うわ、口でかっ。思ったより濃くない。北海道の方が濃いね。うん、さっぱり食べれてすごいすっきりする味わいです。美味しいよね。うん、こんなすっきりするソフトクリームなかなかないですね。次行こう。ピーカワ。これわら焼きマダイのタイ出しちゃってる。はい、そうですね、これタイ4人分入ったんです。もうわらの木だね。あ、もうもちろんそうです。香りとあと一瞬の火力が炭より強いんで、高火力なんで中までは火入らない。ああ、そうなんですね。ピーカワ、こちらの3000里さんにお邪魔しましたね。そして今のこうちゃんと中弁大将でお世話になってきて、というふうに本当にやっぱりね、東北の方っていうのは人がいいっていうのはもう間違いないですね。3000里から歩いて20歩、今日の僕たちの宿舎に到達しましたので、じゃあ明日も楽しんでいこうと思いますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。前上向いてゴーマイレイ。ここでした。さほでした。YouTube を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価お願いします。Twitter と Instagram 毎日更新してます。フォローよろしくね。それでは今日はこの辺で、前上向いてゴーマイウェイ。コボでした。